どうも、バンバンマン山本でございます。よいしょ。はい、今回はですね、最近コロナ時期とか、いうので、僕が毎日やってる、風邪予防対策、をお披露目したいと思います。こちらはですね、まあ、ドラゴンボールの声優の野沢雅子さんも、テレビでは言ってるんですけど、鼻うがいをやるという。まあ、鼻うがいというのは、まあ、言ったら自分の体温、36度ぐらいの体温に、のお湯を入れて、それに食塩をまぶして、鼻からガーッと吸って口から出すという、すごいんですよ。これが。で、うわっ、うわっってなるんですけども、この、うわっ、うわっってならない方法、私見つけましたんで。で、この方法を毎日やっております。はい。なので、もし、コロナとか、心配になる方は一度こちらをお試しください。フリーダ式の鼻うがいですよ。きれい。用意するのはこちら、100均でも売ってる醤油とか入れるやつですかね。はい、こちらを用意します。はい。それと、まあ、ちょっと瓶に詰めてるんですけど、だいぶ使ってるでしょ、これ。この食塩を用意します。はい。この食塩も多分100均で買えるので、はい。この100均100均、言ったら200円です。200円と、水道から出る、36度ぐらいの温度で鼻うがいをしていきます。はい。まず、こちら。こちらを、私持ってきたのはこのスプーンかな。このスプーンで、そんな入れなくていいです。このスプーンでちょっと小さじ1杯ぐらい、中盛りぐらいかな。これ大体はもう大体です。それを、こちらのケースに入れます。はい。これが、第一段階です。それで、だいたいお湯を入れて温まってきたんで、こちらにお湯を入れます。入れます。はい、お湯が入りました。満タンです。こちらをシェイクします。シャ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 。はい、こちらをですね、やったら見えますか。この鼻にですね、これをギュッと押して、こっちから水が出るっていう感じですね。これで、外に行った時のバイキンを全部出すという感じです。いきます。これ、怖いな。いきます。画像見なかったら、いきます。全然上って来ないんですよ。いきます。これで、もう一発だけで取れるんですよ。この、外に出た汚れが。で、ゴーゴーなんない。仮に、野沢さんがやってるやり方、こっから口から出すんですよ。これが結構しんどくて。いや、喉に入ると、うえってなるんですよね。これ野沢さんよくやってるなと思って。いや、この、食塩を、ここから出して、で、最後に、はい、これをやればですね、おそらく、バイキンは、
バイバイキーンできると思いますんで、ぜひぜひやってきます。あくまで私個人がやってることなので、これで、うわっとなった方は、おやめください。よろしくお願いします。とりあえず私がですね、コロナ防止で、毎日やってることでございます。はい。皆様もぜひぜひ、お楽しみください。それでは、バイバイキーン。何ですか？この真ん中の私の顔と横の動画は。次はこの横の動画を見てくださいね。そして真ん中のチャンネル登録をなさい。私の目標チャンネル登録者数は53万ですからね。キエイ。